思ってそう。やっぱみんな言うな。やっぱみんな言うんだな。石王感。これ2回目これつけて、ロット外して、その後、長谷本さん1回、はい、インターバルあります。はい。シャンプー台行って、これ流すんで。はい。なんで、ちょっと皆さん、その間、ご歓談ください。あ、スパチャありがとうございます。人と恋に対する執着を捨てるにはどうすればよいのでしょうか。なんで捨てたいんだろう。恋に対する執着はなんで捨てたいんだろうな。恋愛はその世間的な正解はあるかもしれないけど、何を求めてるかによって付き合う相手ってその必要性が変わってくるんですよ。例えば一生楽しく添い遂げたい人と、その時の強い刺激が欲しい人とっていうのが別問題なんで、強い刺激が欲しい人っていうのは自己愛になってくるので、そういう恋愛の刺激が欲しい場合っていうのは、それを捨ててしまうと人生に生きがいがなくなってしまう可能性があるので、逆に言うと執着とかそんなに捨てない方がいい気が僕はしますけどね。なんか例えば一生楽しく、ニコニコ暮らせる結婚相手が欲しいっていうんだったら、ある程度恋愛ってものに対しての執着は捨てるべきなんで、そういう時は自分に似てる考えで嫌いなものが同じ人を見つけましょう。はい。神様は見えますか？僕は分かんないです。一般的に執着捨てるなら趣味持っておくといいけどね。あ、いいですね。確かに。お、クリクリになってる。お、よく見えましたね。よく見えましたね。あ、ここからですか？これかな？あ、インスタの方かな？インスタの方からも見えてる。両方見てる人がいるから。へへへ。これからまたシャンプーを終わった後は皆さんまたさらにちょっとお楽しみにしてください。まあね、サッカーの日本代表の試合見てくれたインターバルがね、あそこまで長くないからね。で、僕この間サッカーで今言われて思い出したんですけど、僕サッカー全然見ないんですよ、うん、でも大迫半端ねえっての大迫選手いるじゃないですか、見に来てくれたんです。マジですか。まあ、YouTube ライブを見に来てくれて、しかも大迫さんがやってる公式チャンネルで見に来てくれて、すごいちょっとびっくりしました。大迫選手いるってなって、大迫選手ちょっとコラボやりましょうよ。いや本当ですよ、なんかまた見に来てくれないかな。 ね誰か知ってる人いたら言ってください。大迫さんのお知り合いの方いたら、皆さんまたぜひ大迫選手を、ね、このサッカーに無頓着な僕でも大迫半端ねえってっていうワードは知ってましたからね。チカさん好きですかサッカー。僕サッカー部出身なんで。あおもうサッカーはもう、それ禁止ワードですって禁止ワードなんですか。めちゃくちゃ、なるほど、大好きなんですね。そうなんです。だからフットサルもうちのチームであって、はみんなでやるんですよ。じゃあもう大迫選手なんかもうすごいじゃないですか。大迫選手来たらちょっと1対僕ら全員ぐらいで確かに。でも絶対ボコボコにされそうな。どこまでそれくらいつけますかね。ボールこう取れなそうだな。人数の問題じゃないぐらいいかれると思う。あ、デニコワから来ました。ありがとうございます。なるほど。急に人数が増えたと思ったらデニコワが終わったのか。なるほど。デニスさんもなんか幅広いですね。幅広いですよね。格闘系からね。まあもうやっぱご本人たちが、やっぱゆきおさんもノブさんもやっぱお二人とも最高に面白い先輩なんて。やっぱ心霊やってもお笑いやっても格闘技やっても結局面白くなっちゃうんでしょうね。すごいっすよ本当に。まだアラブ人、いやいやもう間もなくですよ。一回出たんですかね、もしかしたら。一回出て戻ってきた、戻ってきたパターンですかね。ハヤトモさんに見てもらうって言ってましたよ。そうなんだ。大迫選手高校時代からすごかったですね。サッカー分からんけど、そうですね。大迫選手は本人だったらしいですね。いやーすごいな。半端ねえのコメントがきっと流れてたんですかね。すごいっすよね。出していきます。はい。お願いします。大迫さんとコラボちょっと実現させてください。いや、ちょっと頑張ります。心霊第8世代って誰になると思いますか？いやー、後輩が育ってないですからね。後輩ってなんだよって話ですけど。コメント見えるって視力いいの。いやいや、近づけました。三脚を近づけて、見える距離を置かせてもらってます。意外と近いんですよ。手伸ばせば届くぐらい。私はハヤトモさんからデニコは知ったんですけどね。あ、そうなんだ、よかった。デニコを知ってもらえればね。頭包まれました。はい。ここで一旦皆さん、ハヤトモさん消えます。はい。
ということで5分後にお会いしましょう。あれ誰もいないとかのコメントあったら説明してもらえると嬉しいです。行ってきます。お願いします。お願いします。はい、はい、島田秀平さん、あ、秀平さんお祓い行ってましたね、そういえば。うん、動画とかトークだけでも楽しくて好きです。ありがとうございます。前回ゆきおさんなしだったんですからね。私をお守りいただいている神社にいらしてください。あ、ぜひぜひ。すごいドライヤー。そうでしょ、うん、これこうね、こういうですね、こうやるとか面白いかすごい戦隊物の敵だ。これ早友さんが家でシャンプーをしてほったらかしにしてたらこうなるよっていうようなスタイル、そのまんま乾くの、はい、すごい。そうなんですよ、僕やっぱあのパーマを維持したくてドライヤーいつもかけないようにしてるんで、はい、なるほど、その状態になるんですね。その状態なんですよ。面白、このまま乾く。かわいいかわいいよ、言ってくれ、ありがとうございます。スパチャありがとうございます。あーやばい、スパチャの質問が見えなかった。一瞬戻ります。どうぞ。いや、うちのお父さんがガキに取り憑かれてるらしいんです。そんな人見たこと、それは分かんないな。受付に立っている店員さん絶対美人だと思う。いやいや本当ですよ、美人しかいないんだから。うん、じゃあ、うわすごい、一緒お見せしましょう。はい、皆さんちょっとご挨拶です。こんにちは。こんにちは。ポコポンです。今、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。来てくださいました。はい、綺麗だなぁ。かっこよくなった。ありがとうございます。綺麗、おしゃれ、かわいい、美人。美人。どれの何の感想なのか分かんない。すごい、大評判ですよ、岡野。大評判。美人さん、かわいい、おしゃれ、美人。素敵だ、もう美人だった。ビューティー。ビューティーすごい、ありがとう。早友さんのこの視聴者の方はやっぱりコメントがおもろい。いい人しか映らない配信かな。いやそうなんですよ、本当にこんなね芸人みたいななんかね腐ったやつあんまいないんですよ、本当に。さっきあのなんか前半アフロにしてくださいっていうふうにね言われてましたけど、はい、これはねカーリーヘアです。カーリーヘア、そうですか。そうカールだった、ショートカラー。あー、なるほど。で、さらに短いバージョンはこのこういうその短い感じでもいける。あ、なんかめっちゃ可愛いですもんね。はい。こっち読みのくるくる、はい、まだ少ないけど生える日差しがあるね。早めにパーマかけられたら皆さんぜひぜひ早めに、はい、素敵なくるくるですね。ね、本当すごい素敵なかかり方ですよね。カーリー、カーリー、昔のアイドルみたい。いや、可愛いでしょ。これがなんていうかね、このゼンマイみたいなのが、これが可愛いです。結局また、多分髪型も流行りが少しあのブラッシュアップして昔の流行りが戻ってきたりもしますもんね。そうですね、戻りつつ、ちょっと新しさがプラスされてるっていう、ね、そうですよね、まあ、カーリーいいね、いいですよね、まあ、くせ毛ですか。いやいや、かけ…急に昭和感です。イエーイ、アップグレード昭和感、うん、直毛なのでパーマ羨ましいです。僕もなんか直毛ではないですけどウェーブみたいな感じなんで。早友さんずっとパーマ貫いてそうな気がします。いやでもパーマ僕自分で言うのもあれですけど好きですね、すごく、うん、雰囲気出るんですね、早友さんの場合ね。いやありがとうございます、うん、あと伸びた時も結構様になるっていうのがすごく嬉しいんですよね、はい、本当に雰囲気によく似合う髪型だな、ありがとうございます、うん、語彙が豊富なところ、そうですか、ありがとうございます。すごい名前、オクトレーダーさん。パーマしすぎたら剥げませんか。それはないんじゃないですかね、うん、多分昔のその大昔のパーマ液とかだと分かんないですけど、うん、今はもうないんじゃないですか、ね、今のパーマ液は痛まないし痛みが少ないから、痛まないって言ったらダメなんですね、やってきてもね。
痛みが少なくて全然進化してますよ。そうですよね、可愛い名前、緑のたぬきさん。逆に宿毛矯正でストレートにもしてほしい。いやー、僕ストレートは嫌だな。僕あのストレートが似合わないと自分で思ってるんですよ。あ、ストレートはね、やるんだったらもう本当にビートルズみたいな感じにちょっと、あー、なるほど、個性を立たせないと、ああいう可愛い系じゃないとね。そうですよね、雰囲気に合わないかなと思いますね。初詣で並んでいる占い師さんって当たるんですかね。いや、あれは…ストレートのね、滑稽だからパーマすぐ取れる、羨ましいわ。いや、これね、違うんですよ。僕、それ最初にここでチカさんに相談したんですよ。その僕、パーマかけても、今までの美容院だと結構すぐ取れちゃうんですよねっていう風に相談したら、そんなことないですって言ってかけていただいたら、もう本当に